ゃ。今日はキーマカレーを作っちゃうんだもん。ちょっとだけスパイスを使って少しだけ背伸びしたいな。ご飯ができるまでゆっくりしていってね。スパイスを炒めます。クミン、シナモン、カルダモン、クローブ、唐辛子です。いい香りがしてきたら玉ねぎとニンニクと生姜を入れます。しんなりしてきたら人参を加えるの。キーマカレーに人参？と思われるかもしれませんが、食感がたまらないの。続いてひき肉を入れます。お肉はお好きなものをお使いください。今日は鶏肉を使います。なぜ鶏肉かというと、霊夢、言わなくてもわかるみょん。えへ。トマト缶を 100g 加えて混ぜまーぜだみょん。カレー粉を加えます。いつかスパイスだけでカレーを作りたいな。続いてヨーグルトをポイッと。言わないの？それね、ヨーグルトは自家製です。女子力アピールは禁止なので。女子力アピール警察が去ったら鶏ガラスープの素を入れます。綺麗に取れてなくてごめんなさい。お塩を入れるとパンチが出るよ。お好みでガラムマサラを入れてね。エスニックな香りが高まります。水気が飛んだら完成です。できた。特製キーマカレーだよ。一緒に食べてくれるかな。ゆっくりしていってね。マリサからどうぞ。いただきます。なんだぜ、むしゃむしゃ。うまいのぜ。スパイスの香りがたまらないよ。それでは私もいただきます。ハムハム、うん、お肉が美味しい。人参の歯ごたえもバッチリだよ。キーマカレー最高。あなたと一緒に食べると美味しいね。いつも来てくれてありがとう。